皆さんおはようの世の本町を盛り上げる非公式キャラクター世の大観です。今日はですね、さいたま市中央区円並にできましたおしゃれサウナでサヌシ体験で整ってきた話です。さあこちらロクサウナさんというとこなんですが、車での行き方です。こちらね、17号バイパスを北上します。この世のインターも越えてね、どんどん上尾方面に行ってくださいよ。のこの辺ね、合流もあるんですごい混むよ。のあの曲がるところが突然出てくるのでね、左車線はキープお願いします。はい、こちら左手に吉野家が見えたらですね、そこを越えたところを左折です。ここを曲がります。そうすると円並通りにぶつかるんですかね、この突き当たりのビル、この突き当たりのビルにですね、今日の目的地ロクサウナさんがありますよね。サウナっていうからなんかそれっぽい建物なのかなと思いきやね、このビルに入っているんだよの。さあ車で来た方はですね、こちらの隣に駐車場があるのでこちらに止めてください。はい、エレベーターで上がっていきます。本当に普通のオフィスビルよの。3階を押して、3階はめっちゃおしゃれな感じです。予約確認メールに書いてある番号で入室。ここからは現地の音でお楽しみください。はい、まずドリンク1杯無料です、はい、なのでこの自販機の上段が押すと出てきます、はい、でもしオロポ作りたいとか、はい、ちょっと足りないとかであれば、この値段の、はい、なるほど、現金入れていただいて、はい、購入っていう形で、うんうんうん、あの欲しいドリンクを1本、はい、アメニティこちらにご用意しております、はい、こちらのパックお使いいただいて、はい、入れてください、うん、でサウナハット1人1つで、うん、アメニティもあります。でアロマオイル、はい、6種類ございます。はあ、好きな香りのはい、お持ちいただいて、はい、じゃあ何種類でも持っていって構わないので。全部で8室、はいはい、1から5、6から8となってます。で、はい、今回あの何体を売っているようになります。なるほど、お主も悪よのう。わあすごい。はい。切れるんですよ、うん、これはあの Bluetooth、はい、もしかけたいものがあれば自分でつなげていただいて、はい、あの流すともう流れるようになってます。で一旦 A にしておきます、はい、で照明もこれでいろいろと例えば色とかも変えられたりするような感じで、こんな感じで、なるほど。はい、ここからは裸大観がねお届けしていきますよ。いろいろご説明ありがとうございます。そしてね、さっきもらったアロマをこのお水に垂らすよの。いやアロマね、いっぱい種類持ってきていいっていうからね、このひしゃくの上に垂らしてね、いろいろ試すのもありでしたね。次回はそうしてみようかな。それでは早速サウナに入っていきましょう。こちらがおしゃれサウナになっています。温度もですね、こちら照明も自分で調整することができまして、この上段に寝そべってね、たっぷり汗をかいていきたいと思います。皆さんにも伝わりますか、このヒノキの香り、これがさらに癒される。アロマのサウナでたっぷり汗をかいたらですね、こちらシャワー室の上からですね、
15度に冷やされたキンキンのシャワーでね、これ一気に整うことできるよの。もう汗かいてね、冷たいシャワー浴びてね、もうリラックス感が半端ないです。机の上にはね、ボディーローションとかもいろいろ置いてあるよの。部屋を独り占めしてね、いろんな自分の好きな匂いに囲まれるっていうのがね、こんなに幸せとは思いませんでした。しかもね、これ下の冷蔵庫にアイス入ってまして、私は2本まで食べていいって言われたんですよね。他の人は1本って言ってましたけどね、私は太ってたので2本だったと思います。超ラッキーです。それではね、あのコールマンのリクライニングベッドに寝そべって、もうこれは整うしかありません。大寒超えて殿様の気分。サウナで整ったことないっていう人もね、ここでならね、チャンスあると思いますよ。あっという間の80分でした。ロックサウナさん、ありがとうございます。そしてこちら奥さんが撮影してくれたんですけどね、女性はこのように、あの時間を超えてもですね、身支度できるお部屋がありまして、こちらでゆっくりドライヤーすることができます。与野大館はまだまだ与野保町周辺の面白いとこ、美味しいとこ紹介していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた与野保町で会いましょう。またね。